もうしょぼいよ。そんなんじゃもうクマ寄ってきちゃうよ逆に。いやこの時期のね、尾瀬は真夏の尾瀬と違ってこういうあの草が茂ってないでしょ。で、草が茂ってる時って草の高さが目線ぐらいまで来ちゃうんで向こうが見えなかったりするんだけど、まだねこう枯れてるうちは本当見晴らしがいいん で僕ね、むしろねこういう感じの方が好きですね。あの真夏の青々としてるのもいいけど、この方がなんか3倍ぐらい広く見えてすごいいい感じがします。いやーいいねここも。はい、東電分岐のね 200m ぐらい手前なんですけど、あここはうんここいいね。タイミング的にねここの水場所あんまり見られないんだけど、まあ今年はいいわ。おお、はい、すごい。はい、ここはね東電分岐ですね。こっち来たの温泉小屋さんで、ここをずっとね行くと東電小屋の方に行きます。橋が見えてきました。夏はねこれ木がわーってなっちゃって下よく見えないんだけど、この時期はいいですね、見通しよくて。はい、おなじみ、東電尾瀬橋ですね。はい、でこの川はね、まあ、このままずっと行くと平鍋の滝で、その先三条の滝、まあ、いろいろ経てですね日本海に注ぎます。おはようございます。あ、ここもねいいですね。まだね水場所も葉っぱの部分ね、あの緑の部分が大きく育ってないんで、白い部分が目立ってね非常に綺麗です。ここは比較的ねずいぶん長い間残ってるんですよね。はーい、久しぶりだな。東電小屋さんが見えてきました。この東電小屋さんもね僕が好きな尾瀬の山小屋の一つで、まあ、名前の通りね、昔尾瀬林業っていう会社が運営したんですけど、今はパワーテクノロジーなんですけど、夏になるとねこの玄関のところに、まあ、水槽みたいのが出てて、もうビールがねなっちゃんとか冷えててね、まあ、ついつい手が伸びちゃうんですけど、はい、ちょうどね至仏山をもうねもう見渡せる絶好の位置にあるんです。ちょっとね小高くなってるんですけど、でこちらにはね公衆トイレもあります。あの尾瀬ヶ原の真ん中のねいわゆるまあメインルートとはちょっとそれるんですけど、ものすごくね熱心なファンが多いルートで、この東電小屋さんもね常連さんでいつも賑わってます。でここから先はねちょっと注意点というか、クマの目撃が比較的ここら辺多いんですよ。お、金だ。クマ王の金です。この辺りはクマの生息地です。
目撃情報も多数ありますので。しょぼいよ。そんなんじゃもうクマ寄ってきちゃうよ逆に。お、大きい株が。はい、でね、この辺はですね、地図に載ってたり載ってなかったりしますけど、吉堀田代っていうんですね、吉堀湿原で、この先にね、よぴつり橋があるんですけど、まあその間ですね、この辺ですね、静かでね、まあ、パッと見何もないんですけど、実はここ日光キスゲが半端なく綺麗なとこです。ここら辺ね、7月のこの吉堀のね動画を載っけときますけど、7月はこう日光キスゲが半端なく綺麗なとこなんで、まあ、ぜひ、訪れてみてください。ただ今年はちょっとね、1週間か10日ぐらい咲くのが早くなると思うんで、6月終わりぐらいかな、はっきりしたこと言えないけど、とにかく日光キスゲ最高に綺麗です、ここは。はい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 、来ました。揺れるのでおなじみ、よっぴつり橋ですね。もうこの橋はね、何代目なんかね、その随分前はね、これ木の吊り橋でね、うちの親父がここ歩いてた頃はこんな感じだったらしいんですけど。はい、まあ、定員10名、本当に揺れますからここ気持ち悪い揺れる。これよっぴ川なんですけど、ここをずっとね下っていくと東電小屋の奥を通って、東電尾瀬橋ね、さっき渡った橋ですね、あそこに出ますよっぴーよっぴーよっぴーはい、ここはね東電小屋ルートの中でも一番こう地頭が多いところで、まあ、こんな感じでね地頭の中をくるっと行けるルートがあります。行ってみましょう。これね個人的にすごい好きなところでね。はい、立地はねこんな感じで、日内ヶ岳で、巨水林の向こうがね見晴らしになります。はい、いいね、ケロ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 こんな感じですね。いいでしょここ本当僕ねここおすすめなんですよ。まあ目の前はねご存知至仏山、そしてこちらが日内ヶ岳。はい、尾瀬ヶ原の方に戻ってきました。まあまあまあ向こうも尾瀬ヶ原でしたけど、はい、ここまで来るとねこう巨水林が脇の方にどくんで、至仏山の正面になります。おお、この辺も水場所が綺麗ですね。あ、どうもこんにちは。あ、こんにちは。三条の滝も行ってきたんですか。もう三条の滝も行ってきたんですか。いや、今日三条パスで。パスで。うん。でも三条の方はもう雪ほとんどないっつってましたよ。うん。ただドロドロだって。逆にね。そう、気をつけてください。応援してます。ありがとうございます。はい、牛首分岐ですね。
ちょうど8時26分。今日は天気いいからね、まあかなりの方来るんじゃないかな。はい、それではですね、牛久分岐から山の花に向かいます。ここね、今は本当にこんな感じですけどね、前見たいって方がいたんでちょっと今回お見せしますけど、断雪期というかまだ厳冬期の終わりの頃ですけど、この牛首分岐の手前ってねこんな感じなんですよ。まあ木道ももちろん埋もれちゃってますけどね。はい、こんな感じです。おすすめはしないですけど、一回ぐらいこういうとこ歩くのもいい思い出になっていいのかなと思います。ここら辺はですね、あの上田城の中でも本当地頭が多いところですね。でまだね全然早いんですけど、6月入ったぐらいかな、あの葉っぱというかね、丸い葉っぱがねこう浮かぶんですよね。あのピョン吉が乗ってたような葉っぱですね。羊草っていうんですけど、表面がガーッと覆うような形になりますね。おう、ちょっと波立っちゃってるけど、もう十分 OKOK。 あれ、牧歌さんが来る。なんとなくね、シルエットがいやらしさんっぽいね。おはようございます。おはようございます。昨日はどうも。いっぱい飲んだんですか。いっぱい飲みました。なんかありがとうございます。どうも。マーク待ってますよ。あ、本当ですか。山の花、今渋酸素ついてて。あ、本当ですか。いかがした、また来ます、頑張ってください。また来てください。ここはね、ちょうど3週間前ね、こんな感じだったんですよ。全然風景違うでしょ。もう水芭蕉満開ですね。どうでした。いやー、ご飯最高に美味しかったです。美味しかったっすか。うん、マジでご飯をもう10杯ぐらい食っちゃったっす。さっき五十嵐さんと会って、そうですよね、この後マー君来るよなんて言ってたんで。はい、そうです。会えてよかったです。いや、俺は今日もう会いに行きたかったんで。本当、休みだったんですけど。休みだろ。はい、あのカウパパに会いに行きたいから仕事にさせてもらいました。あ、本当にありがとうございます。はい、また会いました。はい、山の花に入ってきました。やっぱ早いね、木道歩きは。めっちゃくちゃ早いわ。はい、正面はね、オゼロッチさんです。もうどこもね、オゼの小屋って歴史があるんでね。だけどね、もうなんかすごく綺麗ですよ。はい、でこちらがですね、山の花小屋さんですね。いいね、あのアイスクリーム。じゃあ、はい、今ね9時12分ですね。そろそろ山の花にも人が集まってきました。はい、こちらね、おなじみ私物山荘ですね。いや、花豆ソフトうまかったね。うん。まあ朝からねごちそうばっか食べてて、それでも腹が減るんだけど。はい、じゃあ今ね9時半、
山の花を出てね、鳩町峠に戻りたいと思います。じゃあこっからね、鳩町峠まではそうだね、上りだから1時間半、1時間20分ぐらいかな。はい、まあ慣れた道ですけど。あ、はい、見てます。ありがとうございます。お会いできるかと思ってました。すいません、映っちゃってます、申し訳ない。あ、いいですね。いつも見てます。ありがとうございます。あ、旦那さんなんですか。いや、同級生。同級生なんです。高校の時の同級生で。あ、いいですね、やっぱりね。いや、嬉しい、会えて。会えましたよ。会えましたよ。嬉しそう。当然初めて。どうも。はい、天満沢ですね。おお、いいんじゃない。全然 OK。 わあ、いいね、いいね、いいね。満開だね。ちょうどね、この場所3週間前はこうでした。今こう。素晴らしい、ね、素晴らしいね。ほら、これは、もう天満沢湿原はね、今本当見頃ですね。イエーイ、登ってきたよ。いや、雪がね今回なかったけど、まあ結構それでも息荒れちゃった。はい、鳩町に戻ってきました。はい、10時38分、鳩町峠です。いやー、徳良に戻ってきました。いやー、2日間ね、まあ、尾瀬ヶ原いたんですけど、まあ、天気にも恵まれてね、最高でした。やっぱり今回もね、いろいろすごくいいことがあったんですけど、噂に聞いてたね、尾瀬小屋グルメ、こう、強力でしたね。あとね、本当に今回ね、僕、尾瀬に来てね、一番ぐらいにね、いろんな方に声かけていただいて、もう本当にありがたかったです。はい、というわけでございまして、今回もね、ご視聴ありがとうございました。カパパでした。